問い合わせシリーズオンとオフの差が激しすぎるか。まあ内戦になったり変なタイミングやったんで、いや、あのてっきりオハコンバー2着ロモで構えとったら違うか。ああ、今日は違います。あれはね、海の上だけでということでね、今日はですね、久々の、はい、問い合わせシリーズ室内ということで、まあ、楽屋は、まあ、何をしようかというとね、まあ、糸巻こうということですね。まあ、簡単にね、あのちょっとこういう感じで出た箱がね、カチカチとめちゃめちゃなんかうちっぽくなくない？なんかちょっと高級路線攻めたのか、これ、ね、ただとんでもない重量あるっていう、まあまあそんな感じで、これのちょっと開封動画と、今日はあっちにね、いらっしゃるんですけど、作った情報に設計から何から全部やってるという企画の大橋さんがいらっしゃるんで、ちょっとね、いろいろ質問しながらやっていこうと。で、問い合わせシリーズなんで、問い合わせに来てる内容に答えるというシリーズなんですが、よく来るのがね、細いとね、そうやな、言われるよな。まあ、3号から3号、まあ3号メーカー水準やろ。そうですね、まあ、なんで3号からなんかっていうのもちょっとね、質問しながら、実際にここに1.5 号用意してるんで、 1.5 号を巻いておしまいという感じにしようかなと。本人にあげてもらうのが一番いいんじゃん、うん、このだって箱のデザインから何から何まで作ったの。そうですよ、いやすごいですよね。こんにちは、どうも。こんにちは、どうも。ま、真ん中へ。スペシャルゲストでスペシャルゲストですよ。なんで2人だけそのさ、シャツ一緒で1人だけ違う色の、ちょっといじめてきた。そういうのも気にするタイプなの、ね、全然じゃあちょっとこっちかなんだね、お願いしますとりあえずテンショナーの方からテンショナーからいきますか。テンショナーの割にテンション低いな今まだローテンションでやってるんで、ね、こんな感じ、ね、こんな感じで。でもこれカット人しか見えへんもんな、だってこれ開けるの。そう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 、なんかあれもあったじゃないですか、三変化で箱バカでかいみたいな あれももちろん理由があるってことですよね。でも見たらめっちゃ攻めた中身じゃない、そのきっちりぴったりサイズめっちゃ攻めてない。そうですよね、やっぱこの箱、ブリスターがあって収納されているという感じ。ブリスターがやっぱないとあかん。そうですね、うん、箱突き破って出てくるから、ね、そうですね、ボロボロなるしやからやっぱそうなるんやね。これもたまま投げてもだってゴソゴソ言わへん。そうやね、まあ輸送上の問題でこういうのがついてるっていう感じなのかな。はい、はい、なるほど。で、パーツがこう、まあ、本体とクランプと、これは替えのゴム。そう、予備のゴムが2つ入ってますね。2つ入ってると気持ち程度、はい、気持ち程度まあしゃあないですよね、これはね。まあまあ、まあ、パーツは買えるんで、パーツ購入がもうぼちぼちできるっていう感じになるかな。そうですね、6月ぐらい、うん、予定では。なるほど、まあ、こんな感じで中身入ってると。見た目こんな、なんかおもちゃみたいな箱やな、そう思うと、その大きさが、まあ、トイザラスに売ってそうな、ね、そうですよね、これお店さん結構大変なぐらいでかいですけどね。ちょっとガチも開けていきますね。ガチガチガチさ、なんかワイン買うた時みたいな。そう、ね、高級ワインとか、なんかこんな感じやな。緩衝材とウイスキーとかの箱とか、あー、せやな、ヘネシーとかこんなに入ってる。これはもう組んである状態。まあ、なるほど。まあ、板って普通やろ。まあ、板って普通や。普通に。開封動画なんでね。開封もしてほしいみたいな声もいただいてましたから。こんな感じで。見た目はもう、なんか見たことあるようなね、リールですけど。なんとかこんなんで。まあ、こんな感じの内容量になってるということですね。まあ、大橋さんにはね、今日はこれを用意していただいたということでこれ製品化するまでにさ、何個作ったの。何個でしょうね、分からん分からん、分からんですね。パソコンのホルダーバーなんて、うん、ほんまはね、今日データ全部いただいて、あの CAD とかのね、やっぱ全部 CAD で設計するやん。そうですね、うん、最初はなんか社内にあるパーツかき集めて自分で、どんな感じかなっていうのをやってたんですけど、うん、累計でさ何時間かかった商品化するまで。何時間1年以上かかってるんですか。かけてた、ね、あ、でもかけてたか、うん、内容が分かるんですけど、
試作機どれが1号2号とかは最初多分こっちかな、ちょっとコンパクトやと思うんですね今より。ほんまや、結構ちっちゃい、ちっちゃいちっちゃいちっちゃいな、ほんまにちっちゃいっすね。まあ、これ製品でしょ。まあ、この辺もちょっと手書きやったんですけどね手書きのテンションゲージが面白いんですけど、ね、この辺は多分切削品ですね、削り出しで作って、まあ、3D プリンターのパーツとかも合わせながら。ここが最初一つやったんですね。やっぱ2つと1つじゃ全然違うみたいな。もう最初はもう1つでベアリングも1個ずつやったんですけど、やっぱここが結構力かかるんで2つにして、もうボールベアリングも2個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 全部に2個ずつ入れるっていう。にしたら変わったんやっぱり。もう全然ちゃうかったですね。これやとやっぱちょっと熱とゴロつき音とかも結構すぐ何回か使ってると出てきてたんですけど、こっちにしたらまあ改善はしたと、ね、14ベアリングですか最終的には。そう、いテラより多いぐらい、ね、より多いよ、ね、まあ若干ね、この辺の色とかもそう、まあまあ、アルマイトする前かな、とりあえず削り出して、クランプとかも削り出して作ってたやつですね。何が一番大変やったというか、これちょっと不便やったなみたいな、何が困った一番やっぱこのゴムですよね。ゴムがやっぱ切れる滑るっていうところが一番ですね。何回テストしたそう、何回糸巻きした。まあまあやばい量したっすよね最初まあ3段とかやって、実はあそのゴムの段階、そうそう、まあ3か4ぐらい必要やなっていうのはあって、とりあえず3でやって、最初まあ本当に天然ゴムとか使ってたんですけど全然持たない、すぐ切れちゃう、ないってこと。硬くすれば切れにくいんですけど、硬くしたらやっぱ滑るんですよね。そのいいとこ取りが難しくて、まあ、材料とかも全部見直して、はあ、でなんかね、最終的にはその使用用途に合わせてお願いして作ってもらった。結局さ、そのゴムにたどり着くまで何ヶ月だった？それだけでどうやろ、半年以上出るんじゃないですかね。まあ、素材もね、うん、その世界に溢れてますからそれを一個ずつ選んで、ね、半年と巻き続けるって地獄やと思わない。いやだからね、本当リールも何個も潰れて、この前島野さんに直してもらうみたいなのもありましたけど、やっぱそれだけの試行回数、まあ、ダブルパーズの時も結構大変な思いされてたっていうのは見てましたけど、電動でやっとったな、うん、その時は。糸巻きはちょっと作るには割と大変な部類になるんですか ね。最初はもっとで逆にでかかったり小さかったりみたいな感じ。そうですね形を変えてこの形にたどり着き、バネとかももう最初から。そうですね、最初もっとちっちゃい、もっとこんじんまりしたやつをやってたんですけど、うん、これよう見たら10までいけるようになってるんで最初はね、10キロ何キロまでいってた。まあ今でもそうなんですけど、締めれば10キロとか出るん意図的に、糸がまあちょっと太かったりしたら。だけどまあもうメモリめっちゃ細かになるんですよねその角度によってバネの硬さでってこと。あの均等じゃないんですよこれ、まあ、製品のやつもそうですけど。あ、なるほど。これいけばそのこのローラーの位置が変わってくるんで均等にはならないので、まあもう9なんか10なんかも分からへんぐらい細かなる、微妙に調節しにくくなるってこと。スペック的には一応8キロまでやってるけど、そうですね、気合い入れればどんどんいけるみたいなこと。締めて1回だけとかやったら全然10キロとか出るんですけど、やっぱ10キロとかかけ続けるとそれこそゴムの問題もあったり発熱の問題もあったりするんで、スペック的にはもうちょっと落とそうかっていうところですね。熱はやっぱりそれなりには、まあ、それなりには出るんですけど、ローラー自体アルミなのと結構4枚かなカーボンワッシャー入ってるんで、それぞれそんなに分散しているから、こういう高速リサイクラーとかの場合1箇所ですごい熱余るんですけど、はいはいはい、こっちはまあ4箇所かける2だから、なる
だいぶ全然マシでは、まあ、交換の時期でいうとそれぐらいになってくる。それとも削れてから交換、普通にこの範囲内で使ってもらったらそういうことは起きずに、その糸でやっぱりどうしてもウレタンゴムはちょっとずつ削れていくんで、ちょっとこの表面から見ての傷でそろそろ交換かなとい う, で、ガッチリがこんな感じの試作機になる。ガッチリなんやかんや早かったな、これは。まあまあ、あの、分かる人は分かるかもしれない。この辺はあのラーク系と同じクランプ。このサイズで言ったら何？ 16？ これはね、まあライト？ワンタッチラークってやつ。あ、ワンタッチの方か。ですね。まあパイプも、パイプは一緒なんですかね。やっぱリールシートが結構大橋さんは試行錯誤して作ってたと思うんですけど、ガタつきをやっぱちょっとでもガタつくと巻くときに結構負担がやっぱガタつくとしどくなってくるんですよね。なんでガタつかないようにも。でもこの構造をさ、頭の中でさっき描く、どうやって作ってるのこれ。どうやって作るんでしょうね。いや、まあやりながら、どうやって作るんこれ。ほんまにいつも不思議でしょうないんやけどさ。最初はやっぱ全然違う形してたんですね、こんなんとかの前は。ああ。本当はまあこの辺のクランプも流用したいなとは考えてたんですけど。で、一発目からこの形じゃないやん絶対。は全然ちゃうかったですね。テストしてテストしてこの形に至る。そう。すごいな。うん。この締めた時にもう一切ガタつきがないというのが。結構こだわったところですかね。なるほど。関してはまあね、あの会社名出していいか分かんないですけど、富士山のね、富士工業さんのリールシートを使用したことで剛性感もさらにアップというそうですね。で、いいリールシートがついたんで、基本的にはもう壊れることもないし、素晴らしい一品ができたんじゃないかなって感じはしますね。すごいな、これ作れるって、マジですごいと思うで。それで言うと問い合わせで来てましたけど、これね、小さい番手はちょっと辛いっていうのはありましたね。あの特にベイトリールの、そのロープロっていうんですかね、あのバスル用のとか、イカメタルのやつ、丸型とかじゃないやつは結構こういうところに当たりがちなんで、ちっちゃいのはちょっと現状難しいものがある、これがいっぱい売れてくれたらやっぱライトモデルも、いや、これのライトって結構便利は思うけど、出るかもせえへんっていうことですよね。そうですね。でも、まあ、現状ないんで、それが。で、こいつが P35 からなんで、冒頭でも話した通り、ちょっと 1.5 号を巻いてみようかな。どうせやったら06巻いてほしかった。いや、あ、次のロケが正直やから、06はちょっと、06巻いてほしかったな。スーパーライトすぎるかなっていうところが。まあ、06でもかけて1キロ、2キロやしな。まあまあ。そんないらんじゃいらんもんな。だから、なんやろ、1キロでいいっていう時代やから、まあ実際どうかわからんけど。大体でちょっと今回巻いてみようかなと。よろしく。ちょっとセッティングします。飛んだらパーって変わるやつじゃない。なんだろ、これ。まあ細い糸でもテンションめちゃくちゃかけなかったら大丈夫っていうのが、まあ、回答にはなるんですけど、っていうのもまあ06、08、1とかで例えばですけど、ないと思いますけど5キロとかかけるとやっぱりウレタンゴムへの負担が大きすぎる。細いもんでこう力かかるとどんどん切ろうとするんで、やっぱそれはちょっと持たない。あとはまあ単純に糸細いんで設置する面積少ないんで、その5キロとかかけようと思ってもやっぱり滑る、もう空回りしちゃう、太い糸に比べるとすぐ空回りしちゃうっていうのと、あとはまあこういう隙間ですね、隙間とかにもやっぱちょっと入りやすくはなる、まあ、それはちょっと気にかけてもらうだけでいいんですけど、まあ、その止まった時とかのね、糸吹けみたいなんで、変なとこ変なとこ入ったりするんで、その辺だけちょっと注意してもらえれば大丈夫、大丈夫。まあ1キロとか 1.5 キロぐらいまでであれば問題使っていただけるかなと。正味さん、こいつってさ、言って、こっちテンションかけたらどないなる、まあ、単純にこっちが強くなるんです。ここスルスルでも、ここスルスルでも強くなるんです、この締めた分は。それって一定になる、一定になれへん、ちょっと一定になる。ちょっと一定になりやすくなる。ちょっと一定にはなりやすくなる。
まあ、長い糸巻く1キロぐらいかけて長い糸を巻くんであれば、まあ、こっちよりは耐久性的な全然上で均等に一定には出せるんで、じゃあ巻いてもらおうかな。そうやね、いきますか。これでもこの番手のスピニングじゃ結構きついです。きつい、うん、今で1キロぐらい、 1.5 ぐらい、 1.5 ぐらい、結構スプールこんな感じ。まあまあやな、 1.5 でそれやからな、すごいよ。普段僕らも高速の方結構締めるじゃないですか。締める。で、まあ実数値で言うと 2.5 かかってるはずですけど、いやそれは多分な、うん、あの何年か駆使された高速使ってるから、ね、まあまあまあね、実際1キロぐらいしかかかってへんのかもしれない。下だけちょっと固めに入れて上はちょっと落としてもいいかもしれない。あ、この番手のサイズには結構かけすぎぐらいだと1キロ超えてますね。いやでもこんだけ巻いとったらさ、やっぱり単体で高速 2.0 使ったら重なったりせえへん、途中から軽なったりもあるやん、まあ、熱だれはします。えきついちょっと夢や。いやテストした時そんな重いんじゃなかったよ、しとったよ1キロ切ってんだよ。これでもちょうどいい、ちょうどいい、これでも強いですってことは1キロもかけて巻いてへんってことや。そういうことや、ね、あ、ちなみに島野さんのツインパワー C5000XG なんでね金曜ロードショー始まる前のルルルルル映画のあの出しのスタートや。今はもうオープニング変わってるけど、終わりが見えてきた。まだ見えてきた。まだこっちの終わりが交代しますほらほら、一定に巻いてへんで。こっちのこっちの終わりや、終わったもう終わりや。はい、いけた。切れた。切れてない、確認してみて全然無傷無傷で大丈夫そうやな、そのテンション全然発熱もないですね。目玉焼き思った以上にやっぱ音もそんなうるさくないな、ね、あれ単体で使った方がうるさくない。まあ全然余裕でこっちの方がやっぱり値段の差もあるし、精度も全然違うなっていう感じですけど、まあこんな感じですけど、ね、あとはカスタムパーツ出してほしいな。あ、そのアルミピンクとかはかっこいいと思う特注でそっちか。まあそういう意見もね、ぜひコメントでいただければ色変えてみたらいいのかとか思うけど、あ、そのラインローラー金色とかさ、アルモイト塗装されてるやつ欲しいな、ね、たまになんかここね、ハンドルいいやつに変えてる一般の方とかいらっしゃいますけど、そんなも面白いかなと思うけどね。とカチカチ、カチカチですけど、あの下巻き適当すぎて溢れちゃってる、ね、あら、やり直しやな。このままロケに行くんでぜひ次のシュワジギでお会いしましょう。シュワジギ、シュワジギ、まあ結果あの細い糸でもいけると、はい、じゃあまた次の動画で中心回に使おうかな。じゃあ、あ、本当ですか、行く